もと軍の編成が違うだけでここまで機能不全に陥るといくら模擬戦とはいえこれはまずい。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。バララが参ったぞ。押されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘。父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。光秀殿のもとへ向かってもらえますか。ご案内します。おう、了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきなのだ。父上の危機なのじゃ。わらわが助けに行くぞ。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。さあ次は反雲長、援軍として参った。随分劣勢のようだ。カーン殿が来てくれたか。うまくやれば花崗殿殿を焚きつけられるかもしれない。カーウ殿、花崗殿殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。うん、承知した。共に破壊を。何でしょう。僭越ながら。こうも思い通りにならんと。少し仕置きが必要か。混成軍の面々は手間取ってるようじゃね。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。さあかき乱してやろう。軍神カウン殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いたす。破滅する。よかろう。恩師の槍、拙者の刃で打ち砕かん。崩壊した。赤コート、助立ちに参った。押されていると聞いたが。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借り、そこで見ていろ。花崗殿殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるだろう。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿か。果樹殿のもとへ案内するのがいいだろうな。芝生殿、果樹殿の部隊に助成してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。果樹なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。そうなるわ。めんどくせえけどやるしかないか。
来てやったぜ。師匠、俺を笑いに来たのか。まあ来たからには手を貸せ。二人は噴慶の友、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。敵将崩壊した。ソイ、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が蹴散らす。ソイ、中央を守りきれ。今さら敵の増援とは。体勢は塔に立て直した。迎撃しろ。勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン崩壊した。手を使いよるわ。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。影の遠兵剣山、よっ、待ってました。さすがは半蔵の旦那。泣き乱してやろう。この加工現状を抜かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気。この身をもって敵取りとならん。ごめんなさい、突破させてもらいます。崩壊し家康様を守らないといけないので。敵に切り込む。そのまま敵を引きつけろ。各部隊、孤立せぬよう注意するんだ。他重に任せとけば心配いらねえね。俺は適当にやるから。関羽の力などいらぬ。俺たちの力でこの戦に決着をつけるぞ。加工とんばかりに任せてはおけぬ。拙者も参らねば。ここまで勢いがあると急増軍とはいえ侮れんな。本田平八、止められまいぞ。この地を逃すわけにはいきません。衝突です。光秀殿、模擬戦とはいえ一切手は抜かぬ。さあ我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。任務を完遂できないなんてダメだ。ダメすぎる。家康様に手出しはさせません。この状態の直虎が相手なんてな、まるで手が抜けねえぜ。ここを抜ければ敵本陣は目前。いいな、応戦します。なんか面倒くさそうなのが来た。とっとと片付けるに限る。崩壊した。本田平八郎を戦つ、押して参る。
敵を駆逐しろ。カコートン、拙者の内容。勝手にしよう。深く。師匠たち援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。 いえ、俺は少し手伝いをしただけです。皆が実力を出し切れてよかった。今こそ攻め立ててやろう。攻めちゃおかね。連携が取れなければ取れるようにすればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。ジョジョは謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。